皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は今日私が購入したものを皆さんにご紹介します。最近服買ってなかったんで、なんかワンパターンな感じになったんですけども、じゃあまず最初にリュックから見せましょうか。ちょっと待ってね。なんだこれ、ダーン。なんでしょう、これはモッツ、モズ、モズ、モッツ、ちょっと発音を忘れちゃったリュックです。可愛くないですか、これ大きさそんな変わんないんですよ。これが今ここに出しますよね。はい、これ私の主長と比べてください。このサイズ3、2、1、はい、これが私が今まで使ったアネーロのリュック3、2、1。どうでしょう、これがちょっとね、あの開けにくいんですよ。ここにワイヤーが入ってるから、ほら入ってるでしょ。だからね、いちいち開けづらかったの。でもこれはワイヤーがありません。もうそのまんま楽に、で外にもポッケあるから、ここに財布入れたりとか、まあ、そういうことができるわけですよ。で横にもちゃんと、まあ、スイカとか、まあ、いろんなイヤホンとか、エアポッツ私使ってるんで、そういうの入れたりっていう、もうこのスタイル私は好きなんで、あ、もうこれはドストライクだなと。でちょっとここにあるそのスウェーデンなんですかね、あのスウェーデンの、うん、可愛いからこれいいですよね。ちょっと近くで見てみましょう。こんな感じです。結構デザイン性しっかりしてますよ。 なんだストライプみたいな、いいね、これいいわ。ちょっとこの中に私が普段使ってるこれ入るか、11インチ、まあ13インチ用なんですけど、これ余裕で入るね。こんな感じで、私黒が一番なんだろう、服に合わせやすいっていうか無難なん で次、じゃーん、これアディダススリークホワイトダブル、なんかよくわかんないけど店員さんに今これがすごい流行ってるって言ってて、でなんかアディダスって一番なんだ王道の形ありますよね。これは2019年から出た新型のモデルみたいなんですよ。こちら開けます、開封、見てください、どうですかこれ、この金のやつ可愛くない？これね、実はねホワイトじゃないんですよ。私が使っているこのスマートフォンと同じ似たような色ですね。ノットピンクみたいな、ピンクのようでピンクではないみたいな。これでスタンスミスと何がフォルムが違うかというと、少しあの細長いんですよね。だからスリムに見える。そうですよ、私はスニーカー、そう、元男の子だから足でかいんだろどうせって言われるんですけど、私意外とね、あれ普通なんですよ。 24.5 と25どっちも履きますね。こうやってアディダスのね、これ可愛いですね。うん、で私は170センチ身長があるんで、そんなに厚底は好きじゃないから、このぐらいがちょうどいいです。これはい、これはネイビーの、ちょっとジーンズっていうよりかはしっかりとした生地のロング丈、もう私のこの足首の上ぐらいまで来るんじゃねえかっていうぐらいロングです。そうで、ちょっと横に広がるタイプ、広がることで私のこのね、あのガンダムみたいな肩幅をごまかすわけですよ。わかる？今度これファンイベントで着ていこうかなと思って、それで買ったんですよ。あの Google のね、あの性別なんかイベントみたいな、性別イベントおかしいけど、まあ、それのゲストで私キットチャンネルさんとかカズエちゃんたちとね立つから、ステージに、だからそれでとりあえずこれトップスですね。なんかボタンが前面についてるんですけども、これありますよね。で私はボタンのこのトップスが嫌なんですよ。こうやって上まで結構この窮屈な感じになるじゃないですか、ボタンって。ってなると、さっき言ったその重要なポイント、肩幅が広く見えちゃうんですよね。首が締まって見えるから、で肩幅をなるべく目立たせないためにするには、どっちかっていうとその首元をもっと露出するっていうか、まあ、ギリギリのラインぐらいまで広めのやつを着ることによって、この私のね、超合金のようなこの肩幅をこっちに視線をずらすことで、あれ、かのんちゃん意外と華奢なんじゃないのっていう風に洗脳するわけです。で2つ目の肩幅ごまかしポイント、こちらです。何回も私は洋服紹介の時に言ってますけども、これがこの首元ですよね。で首のこうやって腕通しますよね。でここです、このここ見てください、ここはい、つなぎ目が肩より下に下がってるわけですよ。こ
ここにあるんですよ。うん、だからここに本来だったら、まあ、普通の服大体まあここにつなぎ目あると思うんですけども、このチェックの服はここにつなぎ目があるの。はい、っていう感じでこの2着を買いました。でここでちょっと別件なんですけども、私最近、アフィーロっていう渋谷にある美容室に行ったんですね。で2回行ったのかな、あの後結局またちょっとエグセ付け足したいみたいな感じ、今だって前髪結構薄いですもんね。でそこでいつもなんかセット軽くしてくれるんですよ。なんかアイロン当てたりしてくれて、でその時になんかねめちゃめちゃあのなんだろう、髪の毛がねツヤツヤになるんですよ。でなんでかなと思って、で私がいつもこうなんかやってもらってる時にそのアイロンがね振動しながらビーンってなるんですよ。でそれ何ですかって言ったら、あこれは、1秒間に6回振動するアイロンなんですよみたいな、なんか業務用のアイロンなんですけど、これやるとあの髪の毛にその6回振動することでキューティクルがあのつくんですよみたいな。で私それめっちゃいいなと思って、私結構ね猫毛なんですよね。猫毛ってその柔らかいから、なんか湿気とか雨の日とかすごいうねっちゃうので、前髪とかきちんとセットした日でもすごいあのうねうねしちゃうんですよ。それがすごい困ってて、あこれはもう何と してでも欲しいなと思ってあの買いました。こちら、これちょっと補足ですけど、これ2万円ぐらいする、いや、イヤホンじゃない、アイロンです。これはもうだって2年3年ぐらい使いますからね。もうそれはもうずっと使っていくっていう上で、2万円高いけど買おうって言って、ねえ芋吉、アフィーロのさアイロンさめっちゃさなんかサラサラなんない？これうち買ったんだけど、アフィーロのこれさ、そうこれ振動するやつで、今日さ雨降ってんだけど、外ちょっと芋吉ちょっと来て、うちの髪の毛さあのうちうねるじゃんよく、雨の日とか湿気多い時、これさ一回もさまだやってないんだよ、これだけなの、めっちゃサラサラじゃない？ステマーと思われるけど、すごいやばいっしょ、うん、これねめっちゃいいんですよ。ケアライズ、ケアライズってやつ、これいいよね。これをこれね、なんか1回2回押すと、いくよ、音ちょっと聞いててね、芋吉も、うん、すごくない？これなんで鳴るんだろう。その中でなんか振動してんだよ。これめちゃめちゃツヤが出んの、本当にえげつないぐらいにツヤが出るんですよ。じゃあちょっと全身の服を着ていきましょう。いかがだったでしょうか。今回は久しぶりの散財ということで、渋谷でザラと ABC マートとグローバルワークに行って買ってきました、まあ、たまに購入品紹介もこれからやっていきたいと思いますんで、ぜひ皆さんもしこの動画がいいなと思った方はグッドボタンお願いします。そしてツイッターとインスタグラム、あと、サブチャンネル青木かのの秘密箱も画面の下にリンクありますんで、ぜひそちらもチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく。